そうですね、まず僕はお酒飲みません、タバコ飲みません、食事は1日1食です、うん、それから食事はお塩、お砂糖、油なし、それで毎食必ず写真を撮って、でそれを分析して、僕はここから血を抜いてね、分析してその食事と体の調整をいつもやってます。僕はね、42歳っていうのは男の厄年、体の具合があるっていうのは男は42からなんですね。ですから42からもう1歳全ての生活を改めるってことで写真を撮り始めました。食事の毎日ね、撮りためてそのデータとご自身の採血によって、もうどの食べ物がどういう結果になるかとか、食べ合わせとか食べる順番とか全部リサーチして、全部出た結果で体にいいものだけを取り入れようと、しかも美味しく取ってもらおうということで、飲み物食べ物全部先生がもう黄金比で作っている商品ラインナップなんですよね、うん、そういうことでね、皆さんが誰でも好きなカレーね、カレーの中にもいいというものを詰め込んだのがガンガンカレーですしね、それからお茶でもね、体にもいいけども頭も良くなるって、そういう要素が全部入った、これが20種類入ったものが20というね、それからあとオレゴマと言いましてね、皆さんが使ってる油っていうのは非常に悪いんですよ。例えばごま油とかサラダオイルいろいろあります、サラダにかけるの、これ全部悪いですよ体に。要するにオメガ6という非常に悪いんですよ。オメガ6は絶対取っちゃダメ、いいのはオメガ3と9、3と9、これがあの私の発明したオメガ3、9というね、この油によってで体が良くなる、そういうことで、ぜひ私の発明したものをご活用いただくと皆さんのご健康が良くなると思います。これは全部私の体験ですからね、体験と理論と科学的な根拠、それに基づいてやってるものですね。それから毎日の件ですが、皆さんお風呂にねお入りになるの、普通のお風呂に入っててはダメで、私が発明したフロフローっていうものですね、フロフローマシンっていう機械がありまして、老化を防止するっていう装置、もう一つはフロフローの液体というのがあって、この液体をのバスタブここに入れていただくと非常にお肌もきれいになる、うん、で健康になる、そういう発明ですね。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とベルのマークを押していただくと見逃すことがございませんので、ぜひよろしくお願いいたします。